残留か、新しい事務所への移籍か。昨年の今頃と同様、中居正広の契約更改問題がまたも浮上している。スマップ解散を受けて、木村拓哉さんが残留する一方、他の4人が退社すると思われていました。でも、実際には中居さんが残留、稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取、慎吾さんの3人はコート17年9月にジャニーズ事務所を、記事全文を読む。